はい多分風チャンネルのルのリオです今日は先ほど動画あげたんですけど2つ動画があの藤井風さんのチャンネルから動画があの再度公開になったっていうお話の続報でしてもう一つ動画があの追加になったようなので、えっと、その詳細をお伝えしようと思います。このチャンネルでは藤井風さん中心に音楽の情報を扱ってるチャンネルとなってます。この情報が あの、役に立ったって方は、いいねボタン。で、もし、あの、気に入ってくださいましたら、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。では、えっと、本題に入っていこうと思うんですけども、えっと、先ほど、えっと、1個前の動画で、えっと、藤井風さんが1日限定公開っていう風にツイッターで以前言っていた動画が、えっと、再アップされたっていうところで、えっと、エムフローのカムアゲインのマッシュアップの曲と、レディーガガのバッドロマンスを、えー、っと、ピアノで 演奏している曲が、えー、動画が、えっと、再度公開になって、それをお伝えしたんですが、もう一つ、加藤ミリアさんのバイバイという曲が、えっと、演奏、えー、風さんのちっちゃい時、えー、演奏した、あの、動画が、再度アップになってました。で、この動画の、あの、説明欄のところにリンク貼っておきますので、皆さんぜひぜひ見てみてください。本当になん,なんで、なんで、 今日に、あの、こんなに動画がアップされるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、あの、代々木公園の前っていうことで何かこう、風さんからのプレゼントなのかなっていうふうに僕は思ってます。 で、まあ、以上なんですけど、あの、代々木公演後、またチャンネル、このチャンネルで、あの、配信とかしようと思ってますので、あの、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。で、こんな感じで、えっと、情報、なるべく藤井風さんの情報を早く上げていこうと思いますので、通知オンにしといてもらえると、皆さん、あの、風さんの情報が、あの、リアルタイムでゲットできるかなと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。 でではではあの風さんの動画今日は見てあのぐっすり眠りましょうであの明日あれですね代々木公園行く方は楽しんできてくださいあのまた感想とかあの動画のコメント欄とかで教えていただけると本当に僕も僕はいけないんですけど僕も行った気分になれるのであの嬉しいですなので是非コメントもくださいあのそれでは失礼しますバイバーイ